お世話になっております、マサルです。今回はアープポイズニングについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずアープポイズニングの概要についてお話しします。その後アープポイズニングの流れを見ていきましょう。それでは始めます。まずアープポイズニングの話の前に、アープとは何かお話しします。アープとは IP アドレスから MAC アドレスを調べるためのプロトコルです。例えば PC がサーバーに対して L2 の範囲で通信するためには MAC アドレスの情報が必要です。そこで PC はサーバーの IP アドレス 192.168.0.100 を持っている人は MAC アドレスを教えてくださいという ARP 要求を送ります。 ARP 要求を受け取ったサーバーは自分の IP アドレスが指定されているので、自分が 192.168.0.100 の IP アドレスを持っています、 MAC アドレスは何々ですという応答を返します。このようにして PC は通信したい相手の MAC アドレスを知ることができて、 L2 の区間で通信ができるようになります。ここまでが ARP に対する説明です。 ARP ポイズニングは今説明した ARP を使って情報を汚染することで不正な通信先に誘導する攻撃です。 ARP ポイズニングが成功すると、本来端末とサーバー間で行いたい通信が攻撃者を中継するような通信経路になってしまいます。ではどのようにして ARP ポイズニングが行われるのか、次のスライドで説明します。アープポイズニングについてお話をする前に、知っておいてもらいたいアープの仕様があります。それはアープには認証機能がないということです。認証機能がないので、アープの応答が正規の応答なのかを調べることはできません。この仕様を悪用することでアープポイズニングが行われます。攻撃者がターゲットの PC とサーバー間で中間者攻撃をするためにアープポイズニングを利用する場合、攻撃者はターゲットの PC からアープが届く範囲でアープの発生を待ちます。ターゲットの PC からサーバーに対するアープ要求が発生したときに、攻撃者の端末は自分がサーバーであると偽ってアープ応答を返答します。そしてサーバーにも自分自身がターゲットの PC であると偽ってアープ応答を送ります。この攻撃が成功すると、ターゲット PC とサーバーの両者でアープの情報が不正に書き換えられます。その結果、ターゲット PC とサーバー間の通信は攻撃者を経由して行われるようになります。攻撃者は通信の中間に入り込むことでデータの盗聴、改ざんなどを行うことができるようになります。なお攻撃者は攻撃ツールを利用して攻撃対象の ARP テーブルを強制的に上書きする場合もあります。以上、今回は ARP ポイズニングについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はアープポイズニングについて一緒に勉強しました。もし実際のアープポイズニングを見てみたいという方は、 YouTube でアープポイズニングなどと検索してもらうと実際の攻撃の様子を見ることができます。アープポイズニングで有名なのはエターキャップという攻撃ツールです。この攻撃ツールを使うと、とても簡単にアープポイズニングを実行することができてしまいます。私の動画は勉強用の動画なので、ハッキングの方法については説明していませんが、実際に見てみた方がイメージをしやすいと思うので、興味がある方はぜひ見てみてください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。